向かいます。いろんなところに猫がいっぱいいる。あ、めっちゃ寝てる。本物の猫めっちゃ寝てる。寝すぎじゃない？出てる。完全に熟睡状態。めっちゃ伸びしてる。伸びてる。この手を上げたまま寝るの？あ、こちらもお昼寝中。猫たん。もうすでにさ、猫の鳴き声が聞こえてくるんだけど。わあ、いっぱいいる。本当にいっぱいいる。ハロー。誰が村長？村長は誰ですか？首輪をつけていらっしゃる。誰がどうかってるの？私、黄色い服着てるから怖がってる。服と関係ないんじゃない？ダメで。ボスがいる。ボスじゃない？こんにちは。こちらにもいらっしゃる綺麗なミキちゃん。どうも。はい、お名前は？お名前は何ですか？お、来た。来ました。そばに来ました。私マッサージしなさいよみたいな感じで、このポジションに入ってきた。猫様、こんな感じでよろしいでしょうか？もうちょっと力を入れてください。こんな感じでしょうか？来た、もう一匹が来たよ。あ、お客様、少々お待ちください。これぐらいの、マッサージはオープン。これぐらいの力加減でよろしいでしょうか？どこか、もっと痒い場所はありますか？それはマジ、気持ち良さそうな感じ。あ、ほんと？それはよかった。これぐらいでよろしいでしょうか、お客様。はい、もう終わり。水飲み猫でよ。水飲み猫です。暑いからね、水分補給大事だよね。しっかりお水取って、熱中症にならないように。美しさの秘訣は水だと言いますし。飲みすぎじゃないの？めっちゃ喉乾いてんだよ。お猫様が3匹仲良く。あ、みんなでヨガしてんじゃない？みんな集まってヨガするの好きだからね。女子会？女子会です。お美しいですね。お猫様。猫さん、美しいの猫さん。猫のイラストが至るところにあります。なんでこんな猫いるの？ここはですね、1922年に台湾で一番大きい炭鉱があって、その後1990年に閉鎖されたんですけど、その炭鉱があった時の感動の中に木の柱がいっぱいあったんだけど、その木の柱をネズミがいっぱい食べちゃってたんだって。だからそのネズミ駆除のためにここに住んでる人たちが猫を飼い出して、その猫たちがたくさん繁殖してここが猫村になったっていうわけなんだそうです。招き猫屋さん。日本じゃん。そうだよね。千客万来。日本と同じだね。あ、何番猫さんでいらっしゃいますか？手が長い。お手手が長いですね。見て、ここのさ、小さな猫の足跡が可愛い。ここは猫カフェがたくさんあるのかな？それぞれのお店に看板猫ちゃんがいるんだって。あ、いた。普通にいますね。看板猫ちゃんが、うちはどうですかってちょっと客引きしてるんですけど。休憩してるところすいません。ここにしまーす。かくれんぼ。寝てる。おやすみー。見て、ここにも。お出迎えしてくれてます、看板猫ちゃん。ジャイアンっていう名前なんだって。ジャイアンって。なんで？ジャイアン。ジャイアン。猫の手。この手ケーキが来た。この猫の手ケーキはあなたの猫の手がモデルになってるっていうのは本当ですか？では美味しくいただきたいと思います。この猫の手がモデルになったかもしれないこの手ケーキです。ジャイアンがめっちゃすごい。ジャイワンっぽい。じゃあ、请问都日本人吗？真的。
远？胖虎，胖虎去不了多远？啊，对啊，因为他很胖，是有他几岁啊？他接猫也不知道几岁。哦，但是这些猫都在这边出生的、哦，几乎哦。对啊，有的时候就自己来的，不知道从哪里蹦。所以这边的猫几乎都是有人在统一照顾吧？这样大概有几只猫有统计过吗？有啊，我们是连家猫连街猫都有，我们自训站有250只。那街猫会编号吗？会啊，它里面都有名字。猫村に集まった猫たちは人々のご縁をつなぎ心も癒してくれています。猫ちゃんありがとう。これからもみんなで楽しく暮らしてね。かわいいね、癒される。綺麗ですね。あ、さっきのお客さんですね。出演料でお支払いになりました。お食事中ですか。本当にお水が好きですね。うるさいな。レディーに失礼じゃないの、ね、そんな言い方。レディーなの。そうですよ。今日の仕事は？今日の仕事は終わり。いい仕事したわ。お邪魔します。ここに来て何年？もう50年ぐらいになるかな。なんでここに来たんですか？まあ、生まれた時からここにおるからの。そうなんだ。まあ、適当にここら辺にあるものを食べとるかの。猫ちゃん。猫ちゃんがこう食べてるんだよ。あ、めっちゃ。目に入った。特製モードに入りました。え、ちょっとインタビューでよろしいですか？ここに来て何ですか？今、そんなことは忘れた。ここに生まれとったからやろ。猫生活の公約が書いてあります。この穏やかな生活を守ってください。ゴミはも使えてください。餌を勝手にあげないでください。猫を驚かせないでくださいね。人間の食べ物を渡さないでください。犬が入ってきたら猫ちゃんを脅かすことになるのでやめてください。そうね、3年ぐらいになるかしら。ここの生活はどうですか？まあ、なかなかにぎやかで楽しいわよ。僕と友達はできましたか？まあそうね、マイフレンドはたくさんいるわ。仕事はどうですか？仕事はそんなものはもうとっくにファイアーしてるわよ。インタビューよろしいですか？まあちょっと毛並みを整えるのに忙しいんだよ。完全に、あ、犬が来た、危ない。犬が来た、危ない。犬ちゃんがいます。犬ちゃんとも仲良くしたりして、すごい。犬ちゃんが通り過ぎていきました。かっこいいですね。先輩、その眼差しいただきました。カット。ホードン・ジョンシンの場所にさすがたくさんのお猫様が井戸端会議を繰り広げております。見て見て、中に9匹のお姉様方が。どんちゃん、どんちゃん、本当に猫ちゃんの楽園です。めっちゃいっぱいいる。この駅の景色も可愛い。どうですか、猫？可愛い。でも私もうそろそろちょっと限界。ここは猫ちゃんたちを養子にもらったお家で会うことができる場所です。なのでここに猫ちゃんたちの名前とか紹介が書いてます。すごい可愛い。こんな小さな箱の中にくっついて寝てるの、めっちゃ可愛い。この橋は、もともとこの炭鉱を運んでた。こんな感じだ。これトロコでしょ？こうやってこれを運んでたんだ。ここは炭鉱から鉱物を運んできて、鉱物を選別してた場所だって。今、新しくみんなが見学できるように作り変えてるところみたいです。ここで運んできてた人たちは本当に命がけだよね。こんにちは。
こんにちはですよ。台湾の猫ちゃんは本当人懐っこいわ。かわいいね。あ、なんか洞窟。見て、ここ東京って書いてある。東京から運ばれてきた草だって。まだ動いてるんだよ。さっきすごいたくさんの人乗せてたもん。これ後ろまでずーっと人乗せてた。じゃあ乗りたいと思います。後藤这边呢是台湾早期的开采煤矿最繁华的一个地方。那我们现在继续这个是一个河童最早开采煤矿，也是目前台湾保留最完整的一个废弃矿。这个是民国24年了。炭鉱での作業は大変危険を伴うため、入る時と出る時には必ず名前を確認していたそうです。このトンネルは全て手作業で作られています。わー、好重哦。炭鉱の中で作業するため電気が禁止され、すべてコンプレッサーが使用されています。設備はすべて当時のまま残されています。実際に体験してみて作業の大変さを感じました。1954年に台湾に来た炭鉱用列車が現在人々に歴史を伝えています。いってらっしゃい。